22TC302 は将来的に純惑星に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2002年10月9日にアメリカ航空宇宙局の地球近傍小惑星追跡プログラムのマイケル・ブラウンらのチームによりパロマー展問題で発見された。海洋星と 22TC302 とは2個で軌道共鳴をしている。22TC302 は 絶対等級が3.9という値を持つ。直径は584.1プラス 105.688.0km と推定されている。スピッツァー宇宙望遠鏡の観測によると 2002TC302 は以前は直径が1145.4プラス 337.4325.0km あり、純惑星であったのではないかと推定されている。 これは高く見積もりすぎており、背景の明るい星がたまたま近くにあったため、使い引きを行うに十分ではなかったからである。ブラウンは、スピッツァーの測定について、大きな誤差があると考え、純惑星であるかについては、ニアサーテンリーよりかはライクリーであると考えている。赤いスペクトルを示すため 22TC302 の表面には氷がほぼない。 太陽系外縁天体と 2002tc302 の比較。2002tc302 の時点速度は5.41時間で、高度曲線の振幅は0.04プラスマイナス0.01、等級である。2002tc302 は、次に2058年に近日点に来る。近日点の位置は、太陽から 39.1au の位置であり、冥王星の軌道長半径にほぼ等しい。 その軌道から三段円盤天体に分類される。非常に長い軌道を取るため、2002TC300 には10月終わりに太陽と小の位置にあり、四等級は20.5になる。小惑星センターとディープエクリプティックサーベイは海洋星と2個で軌道共鳴をしていることを示している。共鳴により、海洋星が5回降転するごとに2回降転する。ありがとうございます。